どうも皆さん、こんにちは。SDL ジャパンの佐藤です。お時間になりましたので、SDL トラグスタジオベーシック1、翻訳メモリの概要の説明をですね、始めさせていただきたいと思います。メールで既にお知らせしました通り、今年ですね、2017年は、6回のウェビナーシリーズを行う予定でいます。で、今日はその1回目です。この6回のウェビナーシリーズは、一番最初は翻訳メモリの概要という、概念のお話からスタートして、徐々に具体的にですね、トラドスを使った翻訳、それから翻訳メモリの作成の仕方、用語集の作成の仕方、それからプロジェクトの作成の仕方とか、プロジェクト作成時に気をつけること、それからレビューをする方がですね、主に使用する機能の説明などを月1回ずつ行っていく予定です。このシリーズはすべてレコーディングをしまして、ウェブページでそのレコーディングのリンクを公開しますので、見る時間が今日取れない方ですとか、他の方に見ていただこうという場合には、そのリンクを回していただければですね、どなたでもご自由に見ることができるようにいたします。それでは始めさせていただきます。今日の翻訳メモリの概要は30分ほどで終了する予定です。終了後にいつもと違いまして質疑応答やアンケートというのはございませんのでご了承ください。今日のセミナーの目的は翻訳メモリの概要を理解するということです。なので大変申し訳ないんですけれども、これを見てですね、今日30分見てトラドスタジオがすぐに使えるというようなことではなくですね、トラドスというのがどういう製品で、そのトラドスの中心になっている翻訳メモリというのが何なのかというのを理解していただくのが本日のセミナーの目的です。翻訳メモリの概要をですね、初めての方に説明するときは常にこういう説明の仕方をするんですけれども、過去の翻訳をデータベースに記録しておいて、それを新しい翻訳に生かしていく。で、このデータベースのことを翻訳メモリと言っているということです。翻訳メモリは原文と訳文が対になって記録されています。さらに、文の長さの単位というのは文単位ですね。段落単位とか単語単位ではなくて文単位で登録されています。今、下にちょうど Excel のセルみたいなものが見えていると思いますけれども、これがその翻訳メモリに入っているデータの一例で、これ例えば英語から日本語の翻訳であれば、Getting Started という英語に対して、始めるという日本語が登録されて、この一対のデータで、一データとして、翻訳メモリ内に記録がされているということです。翻訳メモリを使用するときは、例えば今、新しい原文、下の方を見ていただいて、新しい原文っていうので、Finding a Location Photo Printer というのが書かれていますけれども、この文を翻訳しようとするときに、トラドスを使用すると、翻訳メモリの中を検索に行って、似たような文とか同じような文というのを探してきて、それを見せてくれるような形になります。これが実際のトラドスの画面です。今、原文というふうに書かれた場所に、原文が1文ずつ入っています。これ元の文書は、MS Word ですね、Microsoft Word のドックファイルです。ドックファイルをトラドスの中に読み込むと、文を1文ずつ区切って、この原文というところに1文ずつを表示してくれて、で翻訳する方は、訳文というところに、と書かれたセクションにですね、カーソルを置いて、原文に対する訳文を1文ずつ入力していくことになります。今、2文目の原文だと Finding a Location for your Photo Printer というところですね。ここに訳文を入れようとして、実際にも訳文を入れ終わった状態なんですけれども、訳文側写真プリンターの設置場所ですね。これをこう入れようとして、ここにカーソルを置くと、今、翻訳メモリの参照というふうに書かれている画面の場所に、翻訳メモリ内にある原文と訳文のデータが、表示されるということです。だからここに翻訳メモリの参照というところに書かれているものが、過去に似たような文を翻訳したものの原文と訳文のデータが対になって見えているということです。翻訳する方は、これを参照しながら、新しく編集して訳文を作るわけですね。
今、翻訳メモリの参照というところを見ていただくと、真ん中に89という黄色い四角が書いてあって、そこに白抜きで 89% って書いてあるんですけれども、これは今回の原文と、翻訳メモリに登録されている原文が、全く同じではなくて、やや似た状態であるということを示しています。翻訳メモリの参照というところの、原文と訳文が対になってますけど、その原文側を見ると、フォトというところが、下線が引かれてて青くなっているのがわかると思うんですが、これが、今回の原文と翻訳メモリの過去の原文の違いですね。この今回の原文ではフォトというところが、追加されていますと。前回は、ファインディングがロケーションフォーユアプリンターで、フォトというのが入っていない原文だったんですけれども、今回はファインディングがロケーションフォーユアフォトプリンターで、フォトが入っていると。で、前回そのフォトが入っていない原文に対して、プリンターの設置場所というふうに翻訳をしているので、フォトを補って、今回翻訳する方が写真プリンターの設置場所に直して翻訳するというのが、まあ、正しい使い方ということですね。翻訳メモリを使うと何が、まあ、起きるのかということなんですが、いくつかケースはあると思うんですけれども、例えば、これは、PC のマニュアルの翻訳に使った場合という例ですね。マニュアルの翻訳にトラドスを使った場合に、初版のマニュアルをまず翻訳して、改版をやったときに、トラドスでこの改版分の翻訳を行おうとすると、初版でもうすでに翻訳されたものがこうたくさん出てくると。これ右側に今、68% の翻訳を流用というふうに書いてありますけれども、トラドスを使うと、今ここに出ているようなこの数値の解析というのを行うことができて、見方としてはですね、今四角で囲まれているところを見ていただくと、21,296 というのが一番下に書かれています。これがこの改版のマニュアルの全体のワード数です。で、それに対してその上にある6,868というのが、改版のマニュアルで、前回のマニュアルと違う、箇所のワード数ですね。なので、この残りの、およそ、まあ、1500ぐらいの部分というのは、前回のマニュアルからそのまま同じであったりとか、少しだけ、単語が置き換えられているとか、書式が置き換わっているということになります。で、この部分を先ほど見ていただいたように、翻訳する方がちょっと編集するだけで、翻訳を使い回すことができるんですね。これが、まあ、トラドスの、最大のメリットです。翻訳メモリを使うことで、過去にすでに行っている翻訳というのを、もう一度やり直す必要がなくなるというのが、翻訳メモリを、使う、最大のメリットというふうになります。今、最大というふうに言ったのは、例えばそれ以外にも、文体とか単語を統一するとか、そういうような、それから、複数の人で翻訳をしているときに、相手の翻訳を参照して、こう参考にすることで、翻訳をやりやすくするとか、まあ、いろいろな他のメリットも考えられるんですけれども、やはり翻訳メモリを使うかどうかという一番のポイントは、改版の、まあ、マニュアルとかの翻訳で、前回から流用できるものが多いかどうか、それからそのマニュアルの中で繰り返しがあったりとか、似たような文がたくさん出てきてないだろうかというところを見ていただいて、そういうものが多いほどですね、翻訳メモリを使うことで、翻訳の効率化が、行えるということになります。翻訳メモリとは別に、用語集を用語ベースという形で、作っておくと、作っておくことができます。翻訳メモリというのは先ほど説明しましたように、文単位での登録になりますけれども、用語ベースというのは単語であるとか区の単位で登録しておきます。で、これを登録しておくと何ができるかということなんですが、これ先ほどと同じような例なんですけれども、今回、先ほど原文というふうに書かれているセクションを見ていただいて、Finding a Location for your Finding a Location for your Photo Printer の、フォトプリンターの上に赤い線が引かれているのをお気づきになられると思うんですが、これが用語集がマッチしているという意味です。先ほど見ていただいた例だと、用語集のマッチはなくてですね、
文単位で翻訳メモリの中でマッチがあってそれが見えていたんですけれども、用語集にマッチがある場合というのは、右上にその用語集のに含まれているですね、認識された用語集の訳語が表示されます。で、翻訳する人はこの訳語を使って翻訳を進めていくということです。当然、翻訳メモリの中にも一定の用語情報というのはたまるんですけれども、翻訳メモリというのは、一つの文の中で一つの単語だけが同じものというのを全部列記するというような、全部こう参照画面に出してくれるということはしないです。例えば、もしそれをしていると、一般的な動詞が使われている場合、その動詞の入った文が全部出てくることになって、少し出てくる情報量が多すぎてですね、使い勝手が悪いんです。それに対して、用語集というのは、その用語が文の一部分であっても出てくれば必ず表示されます。これをやっとくことで何がいいかということなんですけれども、実際に翻訳作業に従事されている方は、ご理解いただいていると思うんですが、用語集っていうのは多くExcel で管理をされています。で、このExcelで管理されているときに、例えばそうですね、2000ぐらいの用語が登録されたExcelは翻訳者さんに入っていうふうに渡して、翻訳する方に見ていただくとしますよね。で、そのときに、そのExcelの用語集をいつ検索するかということに関しては、翻訳者さんの判断に任せなければいけないという形になります。そうすると、実際に本当は検索しなければいけないタイミングで、検索しないっていうようなことが起きてしまうんですね。翻訳に慣れた方であれば、例えば特殊な用語であるとか、自分がわからない用語というのは、当然用語集が手元にあればまず検索すると思うんですけれども、一般的な動詞がこう、用語集に登録されてこう管理しようとしている場合なんかでも、一般的な動詞だと、わざわざ用語集を見なくても自分の翻訳がわかるので、用語集を見ないで翻訳してしまう可能性もあると。そういうふうに、その、Excel の用語集に用語を登録したからといって、それが毎回毎回必ず翻訳で使われるという担保というのは、なかなか取ることができない。できません。で、それに対して、まあ、ツールにですね、用語を読み込んでおくことで、必ず自動認識で、その用語が出てきたら、この用語を使ってくださいというふうに今見ていただいている画面のように表示されて、かつもし使わなかった場合にエラーとして出すことが可能です。今この用語を使わずに翻訳を進めたので、この用語を使って翻訳をし直してくださいというようなエラーを出すことができるということですね。もう一つ、トラドスの概念を理解していただくのに重要なものがあります。それが、バイリンガルファイルというものです。トラドスに、原文ファイルを読み込むと、大訳形式の中間ファイルが出来上がります。ちょうどこの前の画面で見ている原文と訳文のところが、Getting Started とか Finding a Location for You via Footprinter というふうにこう原文が書かれていて、右側に訳文が入ってますけれども、この大訳ファイルが、トラドスの中間ファイルとして記録されていきます。そのファイルが SDLXDIF という拡張子で記録されていきます。このファイルには原文と訳文と両方の言語が、2つの言語が書かれているという意味で、バイリンガルファイルというふうに呼ぶ方が非常に多くいらっしゃいます。トラドスに原文ファイルを読み込むと、バイリンガルファイルが自動的に出来上がって、そこで翻訳作業を進めることになります。翻訳作業が終了したら、トラドスから元の訳文形式に戻すんですけれども、で当然そこで元の形式に戻すと、例えばワードのファイルであれば、訳文だけが入ったファイルが出来上がるというような形になります。トラドスには、例えば Adobe のフレームメーカーとかインデザインのファイルであるとか、HTML とか XML をですね、読み込むことができますので、トラドスを使うことで、原文ファイルがどういう形式であっても、同じような形で翻訳をして、元の形式にパンと直すことができるということになります。さて、ここからはデモンストレーションですね。今説明した内容というのを、実際にトラドスを使って、作業してみますので、それでまあ説明した内容というのを改めて理解を深めていただくということです。今日のデモンストレーションにはトラドス Studio 2017という製品を使います。これは去年の11月にリリースされた最新バージョンですね。ただ、トラドス Studio 2009という製品以降であれば、
ほとんど同じ使い方で作業できますので、古いバージョンを持たれている方というのも、今日の説明というのは役立つと思います。まず、翻訳する原文ファイルをお見せしますね。これは先ほどの、プレゼンテーションでずっと使ってきたワードのファイルですけれども、こういう原文ファイルがあって、これは英語ですけれども、これをトラドスに読み込んで、日本語にするということをお見せします。繰り返しになりますけれども、今日の説明の目的というのは、概念を理解することなので、今日の説明でですね、手順を細かく説明するということはないので、ご了承ください。その説明は次回させていただきます。まず、トラドスを、使い始める場合に、理解していただくのは、ここに左側にこうボタンがありまして、このボタンをクリックすると、右側の作業領域が切り替わるようになっています。最初に作業するときはこのようこそというところに行くと。ようこそをクリックしたら、この作業対象ファイルをドラッグするかコンピューターの参照を実行しますというところをクリックします。まあ、いくつかのやり方でファイルを読み込むことができるんですけれども、ここをクリックすると、Windows のこういう参照画面が出てくるんですね。で、ここで翻訳したいファイルを選んで開くをクリックします。そうすると新しいプロジェクトの作成と単一文書の翻訳というのを選ぶことができるので、これも今日はどういう違いがあるかというのを説明しませんけれども、今日は単一文書の翻訳を選択します。そうすると今度は言語や、原文言語と訳文言語を選択するところ。まあこれもすでに英語から日本語で合ってるんですけれども、こうやってこうたくさん言語があるので、これで選んでいただいて、訳文言語も同様に選んでいただくというような形ですね。ちなみに、ここに表示される言語というのは、Microsoft Windows 10ですね、がサポートしているすべての言語というのが表示されます。で、次に、使用する翻訳メモリを。今日はもうすでに翻訳メモリを作ってあるので、その翻訳メモリを使いたいと思います。それを選択します。こちらも開くと。これで OK というふうにします。今、原文ファイルを選んで、原文言語と訳文言語を選んで、翻訳メモリを指定です。で、ようこそ画面ですね。ようこそビューっていうふうに呼ぶんですけども、ようこそビューでそれだけ指定すると、勝手にエディタービューというところに移動して、先ほどまでプレゼンテーションで見ていただいたような画面に移ります。この左側のところが、今、ここの部分が、作業領域を広くするためにちょっと折りたたんだんですけれども、この左側の部分に原文が表示されて、ここに訳文を入れていくような形ですね。実際に、この原文ファイルと比較してみると、何が起こっているかわかりやすいと思うんですが、このワードファイルの Getting Started, Finding Location for your Footprinter というのが一文一文トラドスに読み込まれています。で翻訳をする際には、まず Getting Started の翻訳をするんですけれども、この訳文の、入力するところにカーソルを置きます。そうすると自動的にこの Getting Started が翻訳メモリの中に検索に行きまして、その結果がもうすでに表示されているんですね。で、この内容でよければ、訳文の適用というのをクリックします。こうやって一文一文、この内容を見て、例えば編集したければ、これを読み込んだ後に写真はいらないとか、こんな風にこう編集をしていくわけですね。で先ほど見ていただいたように、このフォトプリンターの上に赤線が引かれていて、用語集にマッチがあるものというのは、用語ベースにマッチがあるものというのはここに表示されます。で、これで良ければ、確定というボタンを押します。よいしょ。で、先に進んでいくと。なので、ここに訳文を入力して確定、訳文を入力して確定ということを進めていきます。で今、この文章を見ていくと、もうすでに翻訳メモリに、これサンプルなので、
すべての文をもう翻訳メモに登録してあるんですけれども、こうやって翻訳メモにすでに登録してある文がたくさんある場合というのは、先に一括翻訳というのをしてしまって、もう翻訳あるところを自動的に埋めてしまうんですね。それでまあ、歯抜けの状態で翻訳するということをお勧めしています。なので、一括タスクというのをして、一括翻訳。でまあ、設定はいろいろあるんですけれども、今日はデフォルトの設定のまま終了っていうふうに押すと、そうすると翻訳メモリにあるところがずらっと入った状態になります。これでまあ翻訳が終了したということになるんですね。翻訳が終了したら次にやることは訳文の生成です。今ちょうどそうですね、この図に戻ると、すいません。ワードのファイルをトラドスに読み込んで、この SDLXF というような中間ファイルが出来上がって、この訳文側に訳文をずらっと入れたところなので、今度は元の形式に戻して訳文を挿入するということをやります。この矢印の部分ですね、元の形式に戻して訳文を挿入するというのを、訳文生成というプロセス、呼んでいます。一括タスクから、訳文の生成を行うと。そうすると、こうやって日本語のファイルが出来上がります。これがもともとの原文ですね。これが原文ファイルで、これが訳文ファイルです。で見ていただくと、トラドスはそのレイアウト情報とかを保持したまま。で言語が違うので、フォントっていうのは変わっていますけれども、基本的なそのレイアウト情報は保持したまま、訳文ファイルを勝手に作っているというような形がお分かりになると思います。で、これで今日のデモンストレーションは終了です。今日のデモンストレーションでやったことというのは、原文ファイルをトラドスに読み込んで、でもうすでに作ってある、翻訳メモリを、指定してですね、その翻訳メモリの内容というのをバイリンガルファイルに読み込んで、バイリンガルファイルから訳文生成をしたということです。でちなみに、トラドスのデータというのは、すべて Windows のファイルの形式で保存されていきます。これが今日、もともと原文として用意してあったのがこれで、それから翻訳メモリとして用意してあったのが、この SDLTM というファイルですね。でこの原文ファイルを読み込むと、バイリンガルファイルという SDLXF というファイルがトラドスが自動的に作って、でそこに訳文を入れていったと。で、元に戻した日本語のファイル、元の形式に戻して訳文を挿入した日本語のファイルがこのファイルです。でその他に説明していないものがこう2つあるんですけれども、これはプロジェクト関連ファイルというふうに言って、一度トラドスにファイルを読み込むと、次回途中から作業を始めれるように、プロジェクトとして記録されるんですね。その内容が記録されているファイルです。まあ、これはまた次回以降の内容になるんですけれども、今日ようこそでこう読み込んで、エディターで作業して、あとエディターで全部作業して終えちゃいましたけれども、プロジェクトっていうところに行くと、今やった作業がプロジェクトとして記録されていて、いつでもこれを呼び起こしてですね、もう一度途中から作業をしたりとか、例えばレビューをするので、翻訳を直すとか、そういうようなことができるようになっています。以上で、今日の説明というのは終了です。今日の説明で、どうですかね、翻訳メモリというのが、まあ、どういうものであるか、それから、まあ、トラドスを使った基本的な作業の流れがどういうものであるかというのを理解いただければ幸いです。次回はですね、3月の7日の2時から、次回の、SDL トラドスチュリオベーシック2というのを行います。次回の内容は翻訳作業の基礎という内容で、ここに書いてありますように、SDL トラドスチュリオを初めて使用するユーザーを想定して、MS ワードの文章を翻訳する場合、それからクライアントから SDL トラドスチュリオのパッケージが支給された場合、この両方についてですね、どうやって作業していけばいいかというようなことと、翻訳に使用する基本的なトラドスの機能の説明というのをします。今日と違って、かなり細かい手順を説明する内容になりますので、
90分ほどの、時間がかかる予定でいます。こちらに、ご参加いただける方は、一番簡単なのは Google 等でですね、SDL イベントという形で検索すると、SDL のイベントが列記されたページに行きますから、その中から SDL トラドスチュードベーシック2、翻訳作業の基礎というものを選んでいただいて、ご登録ください。それから、セミナーとは別に、優勝トレーニングというのを行っていますので、さらに詳細なですね、手順を知りたいとか、体系だったトレーニングを受けてみたいという方は、ご検討ください。今2つの形で、優勝トレーニングが行われていまして、クラス形式のトレーニングというのは、実際に、我々のパートナーか会社であるコメットという株式会社コメットという会社があるんですけれども、そこのトレーニングセンターに行っていただいて、7時間の講習を受けていただくものです。東京の笹塚と大阪の江坂で行っています。テキスト、サンプルファイル、認定試験が提供されますので、例えばトレーニングの後に自習するとか、社内でその内容を展開するというようなことも可能です。価格は3万6000円税抜き価格になっております。それからオンライントレーニングがあります。こちらは今日と同じように WebX を使用して、講師が、操作する内容を見ていただくという内容です。こちらは1回3時間というふうになっております。でこちらも同様にテキストサンプルファイル認定試験が提供されて、税抜き1万5000円です。でオンライントレーニングも、決められた時間にですね、ログインして見ていただくような形式になります。レコーディングが提供されるわけではないのでご注意ください。でクラス形式トレーニングとオンライントレーニングは同じ内容なんですけれども、クラス形式トレーニングというのは、すべての方に PC が用意されて、その実際に講師と同じ手順というのを自分でやりながら進んでいくのに対して、オンライントレーニングというのは基本的に講師が操作するのを一方的に見る形になりますので、この時間の差が出るということですね。で、クラス形式トレーニングもオンライントレーニングも、より細かいコース内容というのがあるんですけれども、この7時間というのは全てのコースを網羅した時間ではなくて、全部で6個か7個コースがあると思うんですが、その1つを受ける時間なんですけれども、そのコースの内容であるとか、日時であるとか、お申し込みの方法であるとか、そういったお問い合わせは全て、ここに書いてある電話番号、電子メールアドレスの方にご連絡ください。03-5773-1471。これが SDL トラドスチュードの販売窓口になります。それから、sales-jp@sdl.com。これが SDL ジャパンの営業の電子メールアドレスになりますので、こちらまでですね、トレーニングについてお問い合わせください。それでは本日はどうもありがとうございました。また次回ご参加いただけることを期待しております。今後とも SDL トラドスチュードをよろしくお願いいたします。失礼します。